アントワール・アンディ・ベクレルは、フランスの物理学者、科学者。放射線の発見者であり、この功績により1903年、ノーベル物理学賞を、ピエール・キュリー、マリ・キュリーと共に受賞した。パリ生まれ。息子のジャン・ベクレルも物理学者、科学者である。父親は、蛍光や、光科学の研究者、アレクサンドル・エドモン・ベクレル、祖父は科学者。 アントワーヌ・セザール・ベクレルで研究者の道に進んだ。リセルイコールルイコールグラン、エコール・ポリテクニークで自然科学を国立土木学校で工学を学んだ。1908年、ブルターニュのル・クロワジックにて55歳で急死マリキュリー同様、放射線障害が原因だと考えられる。放射能の SI 単位のベクレルはアンリ・ベクレルにちなんでいる。1896年、 ウランシオの蛍光を研究中に、ウランが放出した放射線が写真看板を露光させることを発見した。ベクレルは偶然放射線を発見したとはいえ、あくまでも蛍光の研究に結びついた発見であった。最初のきっかけは1895年11月に、ドイツのレントゲンが発見した X 線である。ベクレルの同僚であったポアンカレは1ヶ月後に、 入手したレントゲンの論文をベクレルに手渡す。この時ポアンカレは、X 線が傾向を生じるなら、傾向から何らかの放射線が発生するかもしれないと、ベクレルに話している。実験を始めると、太陽光に当てたウランの硫酸カリウム塩が輪行を生じることをすぐに確認できた。さらに、太陽光にさらしたウラン塩を黒い紙で包んでも、写真看板が観光することを、 1896年2月に発見している。最後の幸運は、鈍天が続き、実験ができなかったことだった。実験再開に備え、ベクレルは、ウラン塩と甲板を一緒にしまっておいた。ところが実験を再開する前に確認すると、甲板がすでに観光していることに気づいたのだった。ウランが発しているのが何らかの放射線であることは、空気の電離によって確認した。 ウランの濃度に対する放射線の強度の分析やウラン以外の放射性元素の発見はピエール・キュリーとマリキュリーによるベクレルがウラン潮によって偶然観光させてしまった写真看板。ありがとうございます。